ないとことかはもう味一応こうガラス棚にしてこのガラスはここに合わせて使いやすいサイズで切ってもらいました。3枚で送料入れても25,000円ぐらいだったんで、どうなんですかね、普通のガラス屋さんより安いのかな。で、ここの一番下のここは、パソコンを置いたりするんで、多少分厚いガラスにしてもらいました。ここが 8mm だったかな。で、上がこれが6で、ここも6ですね。真ん中は棚板だけ抜いて枠だけ残ってるんで、それを使って、ガラスがはまるようにしました。まあガラスの棚はこう透けてるんで、やっぱり圧迫感がなくていいかなと思います。うん、なかなか。いや、あとは、ちょっとこっちゃってるんですけども、ここにミシン入れて作業台入れれば、あとは何するかな。まあいろいろちょっと思いついてはいるんですけど、手がつけられないので、とりあえず、まあ、こんな感じで。ガレージはだいぶ片付いてきて、もうちょっとすれば車1台ぐらいはね入れれるんで。整ってきました。はい、そんな感じです。では。